午後1時に開通したのは、沼津市と清水町を結ぶ県道富士清水線の黄瀬川大橋です。先月の豪雨の影響で橋脚が崩落し通行止めとなっていましたが、仮設の橋の設置が完了し通行止めが解除されました。ただ仮設の橋は幅が狭いために通行できるのは歩行者と総重量 7.5 トン未満の車、緊急車両に限られ、自転車を含む2輪車と 7.5 トン以上の車は通行できません。今日は沼津市の頼重修一市長も現場を訪れ、実際に橋を渡って安全性を確かめていました。豪雨ということで、こちらの方の、地域における大変重要な道路であります黄瀬川大橋、こちらの方が落橋したことによってですね、本当にあの地域住民の皆様にとってはいろいろな大きな影響を与えて、このように短期間でですね、仮復旧という形ではありますが、通行止めが解除されるというふうになったことですね、大変ありがたく。沼津市などは一日も早い本復旧を県や国に要望していくということです。